さあ、続いてのコーナーはうわ、びっくりした。プーない、ない <laughs> はねえのかい。えー、皆さんがびっくりしてしまったこと。プーライなんで今ん、プーライプーライ分かった、4回かい。4連発は多すぎるだろう。<laughs> ちーちゃん、ネねちゃん、元気。え、なんでそんなの。プーライ <laughs> プーライ

父と一緒にプロ野球、うん、マスターズリーグというものを持ます。うん、マスターズリーグというのは、プロ野球を引退した選手が集まってリーグを結成したもので、うん、近年引退した選手から、うん、往年の伝説選手まで、うん、多くのプロ野球、うん、OB が在籍しています。うん、まあ、迷宮界。 みたいな感じでね,ね、うん、残念ながら今は資金不足で行われている、ね、んですねやれいよね、うん、田中さん不況のあおりを感じさせられますよねまあそうですねマスターズリーグの醍醐味は何といっても選手とファンの近さ、うんうん、たくさんの元プロ野球選手が球場のフェンス越しにサインをしてくれます、うん ファンサービスがね、うん、素晴らしいんですよね。うん、僕も何度かサインをしてもらいました。かっこ、元太陽。うん、元太陽。うん、巨人の。うん、屋敷選手。には、うん、露骨に嫌な顔をする。 屋敷はしょうがないよ、ね、しょうがな分かんないけど、ね、いマスターズリーグにはそれ以前にも観戦に行ってたんですが、うん、今回は父が会社の人から招待券をもらってきました、うん、そこではびっくり、うん、それは試合前のグラウンドに入ることができる関係者チケットでした、えー、おいいな父と僕は意気揚々と大阪ドームへと行きました、うんうん、そして球場に入ってまたまたびっくり、うん 名だたる往年の名選手が、自分の目の前にいるではありませんかうん、うん、元阪急の山田投手、うんうん、前阪神監督の真由美選手、うん、前日ハム監督の梨田選手、うん、元巨人で満塁王男と呼ばれた駒田選手など、野球にちょっと興味があれば誰でも知ってるような名選手がずらり、うん、もう大興奮でした。いや、そりゃすごい。 うん、僕らの他にも招待券をもらっている人はいるらしく、うん、どの選手のところにもサインを求める人で黒山の人だかりができていました、うん、かっこなぜか元近鉄の有田修造さんにだけは、うん、誰一人考えい。そして辺りを見回していると、うん、僕が一番会いたかった選手も来ていました誰だ優勝請負人と呼ばれ、うん 200勝193セーブ、うんうん、1>, 1シーズン401個もの三振を奪った伝説の投手です。うん、田中さん。わ、まあ、かりますよ、もちろん。誰だかわかりますかわかりますよ、江夏ですよ。いやいや。いや、違うの。槙原さんじゃないんですよ。槙 <laughs> 原じゃないでしょ、それわかってますよ。そうです。江夏豊かでしょ。江夏豊か投手です。うんうん、中学の頃、江夏さんの自伝を読み、うん その生き様に感動してから。うん。あんま見習わない方がいい。いやいやいや、あの、ずっといいです。江夏さんのファンでした。前半 <laughs> がいい。<laughs> その時、なつさんは関係者らしい方と何やら話し込んでいました。うん、尊敬する人が目の前にいるのに、話が盛り上がってるみたいですし、うん、わざわざ話を切ってもらうのも申し訳ないと思った僕は、なつ、うんうん、さんとお話しするのを 半ば諦めていました。その時にはびっくり。うちの父親が話し込んでいるエナスさんに向かって大声で話しかけました。エナスさんエナスさんすんまへんけどうちのせがれと一緒に写真撮ってもらってええでっかこれには正直びっくりしました。父は普段から無神経でデリカシーがなく、家族から嫌がられてるのですが、この時だけは父の無神経さに心から感謝しました。これぞ大阪の親父 ありがとう父よ、うん、憧れの江夏さんに出会え、うん、写真を一緒に撮ってもらい、うん、持っていった江夏さんの事前にサインまでしてもらい、うん、最高の一日となりましたうん,うんいいね太田さん田中さん今度一緒に野球に行きましょう <laughs> 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 いいね俺もマスターズ流が見に行ったことあるけどね、うん、俺が見に行ったまあ東京ドームで見たんだけど村田兆治さんね<ー>投げて 140キロ出したんだよ。<laughs> すごいことなんだよ、<laughs> その時も五50超えてるでしょ。うん、140キロ出したんいけちゃうんだよね。うん。すごかったな、あれは。大盛り上がりだったからね。マスターズリーグはほんと続けてほしかったね。ああ大沢親分ね。な,ねなくなっちゃったけど。ね、そうなんですよ。大沢親分も頑張ってたけどね。ちょっとね。 厳しかったんだろうねその時もなんかいろいろこうイベント的なことやってたないなあモンさんとか関係ないなモンさんはやってなかったんじゃないかお指がかからんにおびをかからん太田さん井川慶の伊川ねあの伊ーンのうんの英語力をバカにしてるしてないわお前がバカにしてんだろそれ 2回目投稿採用されれば初採用、うん、ポッドキャスト限定広島のもろこし男爵です、うんうん、今日は先日焼肉店でびっくりしたことをお話しします、はい、その日は午後から娘の授業参観が同 <laughs> じかよ <laughs> 午前中に畑の草抜きと、うん 買い物を済ませなければなりませんでした、うんはい、しかし思いのほか畑の草抜きに時間が取られ、うんうん、買い物をしてから家で昼ご飯を作って食べる時間がなくなってしまい、うん、外で食べることにしました、うん、<laughs> 昼に外食のすることのない私、うん、とりあえず通りがかりの個人経営の焼肉店に入りました、うん、そこには机の真ん中にコンロのある 4人掛けのテーブルが5つほどカウンターはありませんでした椅子に座り焼肉定食を注文した私どなくして近所のおじさんらしき人が来店しました多少混み合っていた店内店員は私に相席よろしいですかと聞いてきたのでいいですよと答えましたがよく考えてみると焼肉を焼くスペースは一つ 変なことにならなければいいなぁと思いつつ、おじさんの注文にはびっくりおじさん、焼肉定食うん。うん。同じメニューとかね。な、なんとおじさんは私と同じ焼肉定食を頼んだまあまあまあね。多いだろうね、その時間昼だしね。びっくりするほどのことまあ普通の流れだけどね。運ばれてくる。 二人分の肉の盛り合わせとご飯と中華スープ。うん、コンロに火をつける店員。うん、そうです見ず <laughs> 知らずの二人が。一つのコンロで肉を焼き。うん、そうか、ちょっとな。同じテーブルで食べると。いう、うん、私にとっては初めての経験。そうだね、異様な感じだよね。コンロの中央あたりには、 見えないベルリンの壁が存在し、わ <laughs> かるわ。お互いに肉を牽制し合い、無言で食べ続けたんです。<laughs> ああああおじさんの食べちゃったしちゃダメなのダいやダメだよ、それ。<laughs> 一緒に来てるわけじゃねえんだよ。よくわかんなくなっちゃった。だからそこ気をつけて、もうそこにベルリンの壁があっただから言えないでしょ。だからわざとおじさんの食べちゃい <laughs> ダメだよ。言えないのいいこと。言えないのいいことじゃねえよ、<ー>言うわ。うこういうことって普通にあり得るのでしょうか あり得るでしょうまあまあね一人焼肉で相席だったらちょっとね初めてなのでびっくりしました、うん、追記ですがこのじじい焼肉定食を頼んでおきながら、うん、肉を食べるときにはご飯に箸をつけず、うん、箸をつけず、うんうん だけすべて平らげその後につかむ漬物でご飯を食べるとうわけのわからない行動してるたまにいる確かにね俺もそれはしないけどねご飯とね一緒にでも本当にあのそれぞれ一個ずつ消していく食べ方って本当に多いからね何食っつうんだっけなんだっけなんて言うんだっけそういうの全部ねおかずだけ食べて味噌汁だけ飲んでん ばっかり食べ。ばっかり食べ。そうそうそう。で、子供はみんなそうらしいね。すごく多いんですよ。外国人がそうだっつからね。ああ。あれは自分じゃ信じられないけどね。やっぱバランスよくね。徐々にこういう。それが美味しいんだもんだって。なんつうの三角ああいう。バランス。なんつうのああいう。なんつうのん何失敗しちゃったりすると悔しいもんね。あの。ああ、バランスよくやんないとね。最後にご飯だけ残っちゃうとか、おかずだけ残っちゃうとかね。分量配分。配分。うん。 ねそうだけど意外にね多いんだよそういう人ラジオネーム43歳主婦、うん、こんばんはポッドキャスト組初めてお便りいたしますラジオネーム43歳主婦と申します、うん、今から30年ほど前になりますが十、うん、分前の話です私が小学校4年生ぐらいだった時の話を聞いてください、はい、その日私は風邪をひいて学校を休んでいました、うん 両親は共働きの一人っ子でしたので、うん、家に一人でいましたうん、うん、その時の風邪はひどいか咳が出て、うん、喉が激しく痛み、うん、食事も喉を通らないほどでした、うん、ああまあ子供だってちょっとね怖いねそれね一人汚い話ですが痰、うん、にはうっすらと血が混じるくらいでしたうん、うん、なあね汚いな <laughs> 言ってんだろ夕方はまた激しく咳き込んだ私は、うん 喉の奥から何かコロンとしたものが出てくるのを感じました、はい、喉に力を入れてそれを舌の上に吐き出してみるとタ、うん、とは違う弾力のある丸いものでした、うん、私はそれを指でつまんで出しました、うんうん、するとびっくり、うん、それは、うん、1一粒のいくらだったのです いくらうん。いくらうん。<laughs> いくらです。はい,はい。いくらねあいや、そんなに驚かないいや、驚きましたよ <laughs> い。いくらなんだと思いましたよ。うん、えー。その日の昼や、うん、朝、朝や昼ごはんにも。うん、いや、思い出す限り遡って1年ぐらい。<laughs> 私はイクラを食べた覚えはありませんでした。そうなのこういうことってあんだね。いやいやいや、なんだそれ。なんだこの話。<laughs> 海み付けられちゃった。いや、産み鮭がじゃあ、ここ中通ったって買ったら鮭は食べてんですよ。えー、鮭は食ってるから、だから中でイクラがあったらあるわけねえだろ、そんなことが。<laughs> だってこれ。だってじゃないけど、続き読んでください。<laughs> その物体は直径6、7ミリの球体。朱色かかったオレンジ色。弾力のある透明な顔の中身はオレンジ色っぽい液体で満たされているように見えました。不思議に思ってそれを指先で押したり眺めたりしているうちに、うん、不意に、うん、チリリリ,リン、うん、と電話が鳴りました。はい、ドキッ まあ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 それとは関係ないだろうからね。突然イクラをつまんでいる自分が何かとても恥ずかしい。悪いことをしている。そうなのような気とっさにイクラをゴミ箱につまん、捨て、電話に出ました。はい、もしもし43歳ですかこの頃、小学校。あれですけどね、4年生。はい、もしもし43歳ですかというと、 ええー、ああ、43歳だな。ええー、私、読める巨人軍の長嶋ですけど、ね、<は>間違えました。と言って、<laughs> 電話まき。ええー、<laughs> ナンバーディスプレイなどない黒電話の時代です。ああ当時、小学生の私は本当に、あの有名な長嶋さんから電話が来てかなこと思って、うん。ま、う、た、ん、びっくりしました。うん。 というのはまあつまらない余談です。いや余談だよ本当にびっくりしたのは、<laughs> ええ、イクラを排出した後、うん、あれほどひどかった、うん、咳がピタリと止まり、えー、翌朝には喉の痛みもほとんどなくなって、私は元気に登校しました。何その話今もあのイクラは何だったんだろう。あの時捨てないで親に見せたり、潰して中身を見てみれば、よかったな、うん、などと思い出します。 え、もう、長島のプレ <laughs> <laughs> 長島が気になってしょうがないよ。ね、長島間違えてらしてきちゃったね。いや、だからそ、そう、いたずらもありえるからね、そういうのってね。いやー、でも、こんなにいたずらはないと思います。すよ多分間違えたんだと思います、ミスターは。結構間違えた。いやいやいやその、まああり得ることあり得ますけども。うん、いやー、なんだ、この話。すごいもう、謎が多い。ね。 なんだろう、いくらみたいに見えたなんか別のものなのかもしんないけどね血の塊とかなんか例えばそういうようなねなかあ,のか,なあれかね、うん、こ,れこれまたね私もっていう人い,いるかもしんないあの喉のやつはね白い塊のやつはあの前この番組でもやりましたけどね太田さん玉袋なし郎さんこんばんは <laughs> 玉袋はあるからね 言ったけど袋はあるあ袋はんの何回じ袋は取ったんじゃないだから玉だけをお腹を切ってそっから玉を取るだす,す袋を切ったんじゃない袋は一切メス入れてないですそれは何度もあるっつってんだから毛は生えてこの前もそんな話しよ <laughs> 毛は多少生えてるわ「ポッドキャスト組読まれたら初採用ラジオネーム薄皮まんじゅうさん」 うまそうと申します先日仕事帰りにふらふら一人で買い物に行き洋服を試着していた時のことです狭い試着室ゆえに鏡に映った自分の着替えシーンがなんとなく目に入りましたするとああびっくり右の脇の下が真っ黒ああどういうことびっくりした顔のね絵文字がこの人は女の人女の人女の人ね うん、米でね、うん、王の口になってますね。脇の下が汚れてる、うん、と思い、鏡越しではなく、うん、実際に見てみる,ると、うん、汚れではありません。うん、黒いシミのようなものがびっしりできています。うん、えー、しかも脇の下だけでなく、二の上にまでも来ています。あら。慌てて左の脇の下を見ると、うん 左にはありません。何これシミ奇病週末に脇毛の処理をした時には、こんなシミはなかったのに、数日でこんなにシミができることあるのこんなに脇が真っ黒じゃ、もうすぐ夏なのにノースリーブが切れないかっこ泣き。ていうかお嫁に行けないかっこ大泣き。慌てて家に帰り、 マジマジと。右脇の下を観察しましたが、まるで絵師しているかのように。ええ。黒いシミがびっしり。ええ。ネットで調べてみても脇の下にシミができるという症例は出てきません。うん。とはそもそも紫外線が原因でできるものなんで。うん。普段日に当たることのない脇に、シミができるのはおかしい。そっか、そうだな。不安を抱きながらも翌日は、うん。仕事の都合で、うん。病院に行けないために。うん。 美白用の美容液を脇の下に大量に塗り、うん、一日過ごしました。うん、するとどうでしょう、うん、わあ、びっくり。うん、翌日にはシミはかなり薄くなってきたんですなん <laughs> <laughs> なの何美白用美容液が効いてるのか、うん、それとも、それにしても突然できて突然消えるシミって、なんだかおかしい。うん、そうだよね。 奇病ないやいや思うってようやく皮膚科に行きました私の右の脇の下を見て先生が言った一言にまたまたはびっくりカビですねえカビなんと脇の下にカビが生えていたのですええ絵文字でこうバッテンのみたいな顔のねまあまあまあいいです泣いてるようなはいはいここ数瞬間のああ ここ数週間、数週間の間にサウナとか健康ランドとか行ってない、うん、この手の不衛生で湿度が多いところで、うん、カビ菌が体について繁殖することがあるんだよね。うん、と先生。うん、通常は体にカビ菌がついても、太陽の光などで菌は死滅するけれども、うん、脇の下や背中のような、うん、日が当たらず汗などで湿りがちなところでは、 そのままカビ菌が増殖してしまうとのこと<ー>逆だったんだねん<ー>放置しておくと一旦皮膚表面上のシミのようなものは消えるけど<ー>カビ菌は死滅したわけではないので<ー>また湿度の高い季節になると増殖するん<ー>とのこと ま水虫とか。ああ、そうだね。そういう感じか。薬で治るということでしたので、一安心でしたが、私は、問題は私がここ数週間どころか、何ヶ月も、サウナにも健康ランドにも行ってないということです。どこでカビが脇の下についたのか、思い当たるのは、最近できた、彼氏の家の布団のみです。 なるほどね、えー、彼氏はカビだったいやいや <laughs> わかんないけどねだってその脇毛の処理とかと付き合ってしたわけカビじゃカビそのもの彼氏の家の布団は見るからに汚い万年度、うん、横になるものもなるのもはばかられるような汚い布団なのですが、うん、まだ付き合い始めたばかりの、うん、私は布団を買い替えてほしいと言えずにいましたうん,うん,うん、うん、なるほどね ね、布団のやついたよな学生時代な、うんうん、いやだって俺もう竜ュウだリュち泊まるときとかはもう匂いがもうカビだカビの匂い必ずダニに食われましたから、ねうん、しかも夏暑いんだ締め切ってねそう空気を変えないですからあいつはそう黒い遮光カーテンす,すげえ暑い私は寝るときはキャミソール姿 つまり脇が丸出しの姿で寝てたすいいね、うん、しかも体の右側を下にして寝るのが常です、うん、あの布団にカビ菌がいてそれが私の脇の下で育ったとしか考えられません、うん、彼女の脇の下にカビが増殖するのを防ぎたければ、うん、新しい布団を買ってほしいとこれを機に意を決して行ってみようかと思っている今日この頃です、うん 全国の一人暮らし男性の皆さん、うん、彼女の脇の下にカビが生えないように、うん、布団は干しましょう、うん、それでは長文多分失礼いたしました推進ウちチャカ私の友人で、うん、美人の司会がウ<う>ちチャカのことを世界一かっこいいと言っています <laughs> 世界一っておかしいでしょそんなこれもこれではびっくりああ そうですねなのですが<れ>よかったら、うん、紹介します <laughs> <laughs> ああねえ写真を送ってください,っださいえー、えっとねいやでもあれだよ脇毛の処理をしたっつったでしょしましたねでその時の器具とかだって可能性はあるわけでしょいろいろこうまだ両脇毛やってますからねだからやっぱり そうんいやでも本当に今思い出したら俺だって者いいんだよね彼女がさ布団をね買い替えるっていうあ私掃除しとくわってねうん。そう日光でね殺菌するのそれは一番いいでしょいやもう龍うんちの布団は今思い出したけどいかないですよあいかゆいからね寝ててねカビだらけですからよくあんな布団でま俺毎日寝てましたからねあの布団でまあ俺の 言ってみれば俺の太りです、ね、<laughs> <laughs> リュ隆一のあの床にい、ええ、引いてある話のやつだよ、えー、ラジオネームテポ、うん、初投稿読まれれば初採用、うん、リスナー歴2年、うん、2> 名古屋市在住テポと申します、うん、太田さん中田マルクス田中さんこんばんは <laughs>、うん、まあそこは田中だけどね 先週ポッドキャストでた毎週ポッドキャストで楽しく拝聴しております、うん、先日雨上がりのゴルフ場にて足の踏み場もないほどのミミズを体験したテポというものです別に怖くありませんかっこ笑い <laughs> 足の踏み場も <laughs> うグリーンが全部運んでくれんだよでもワンオンして <laughs> <laughs> いや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  <laughs>、ね、考えただけでも,もうちょっとおかしくないです僕はアレルギー持ちで肌がカサ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 になることがしばしばありますうん、うん、カサカサの場所がパンツに隠れる部分のみで、うん、あまり生活に支障はないのですが、うん、その中でも特に玉袋が荒れやすい特徴があります、うん これだピンサロンに行く時は34日前から <laughs> えー、34日前から以前皮膚科でおっさんの先生に玉袋を見せて恥ずかしい思いをしてゲットした薬を塗り <laughs>、うん、かっこ最近は慣れたんであまり気にしませんが、うん、ツルツルの玉袋でその日を迎えるよう <laughs> 調整していきますそうなんだ、ね、<laughs> 準備万端恥ずかしいからねカサカサだってなんか病気だと思ってみんだしね、うん ピンサロの前日も風呂上がりの後順調な調整を重ねた玉袋に念のため薬を塗っておきましたうん、うん、当日電話をしてお気に入りの M ちゃんに指名を入れます M ちゃんの都合がつく時間が直近しかなかったのでバタバタしながら準備して慌てて家を出ました店内で少し待ち案内され 1畳半ほどのスペースにソファだけの部屋で M ちゃんとご対面です室内は暗くユーロビートがけたたましくかかる落ち着かない空間ですトン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 みたいなね世間話のあと本題に入ろうとパンツをアシストしてもらい脱いだ時まあびっくり僕の玉袋が 光とままるででののよううに暗いい室内で光っていますそな僕もエムちゃんも一瞬固まりました。エム、うんうん、ちゃんは見なかったことにしようという素振りで、うん、<laughs> その後接してくれましたが、うん、僕はなぜ玉袋が光っているのか <laughs>、頭をフル回転しながら考えました。違和感があるものは、うん、暗い部屋で、 のの中で唯一の証明がブラックライトだったことです何年か前に流行っていた色が反転するあれです僕の白い T シャツは黒くなぜか玉袋は光り出すああ恥ずかしい皆さんもうお気づきと思いますがブラックライトプラス塗り薬イコール発酵のようです すごいね。<laughs> これ全身に塗ってたらもう全身光る、ね、そうだよ。このお店はシャワーがないので、うん、いつもはエチケットとして家で浴びてから来店していたのですが、うん、この日は前期の通り慌てたため、うんうん、シャワーを浴びずに来たことも災いしてしまいました。うんうん、その後僕はずっと両足を閉じ、玉袋が見えないようにしていました。うん、あ、竿は、 見えるようにしていました。なんだ顔 <laughs> に塗ってたら大変だった。<laughs> すげえな光っちゃうんだね。面白い <laughs>、えー、おはぎなら。